かの余裕があるかな。寒くて起きました。しかも最初に使う細かい木準備するの忘れてた。だからつくのかつくかわからん。ついてほしいな。つきそうじゃない？めっちゃバチバチってる。寒かった夜ね。剣も寒かった。肩がすごい冷たくてこれ本当に消えたらやばいなと思ったんだよね。そっから1時間ぐらい見てたんだよね。でも横で速攻寝たんだよね。でもつけたのは私でしょ剣。うん、それはありがとう。助かったすごい。うん、しかももう大丈夫だと思ったから寝たんだよ。消えるような日じゃなかったよね。あ、でも小さいやつだけだったから大きいのに移行した方がいいかなと思って。じゃあもう横で5分後にもう寝てたね。好きだね、その私が寝るやついじるの。うん、やばいぞ、ちょっと消えちゃうから。消えそう？消えればいいんだよ。かわいいな、この焚き付け。辛坊さんの焚き付けクッキーみたい。美味しそう。美味しそう。甘そう。チンスコーンみたい。ちょっと小枝がないっていう。ねえ。もう終わるか、外で。うん。もう限界超えちゃってる。昨日結構遅くまで飲んで食べてたんだよね。ねえ、ネギたっぷりにしよう。昨日のもつ鍋そんなに具なかったから。確かに。4倍濃縮。でも。あごだし。ハマってます。もうなくなっちゃうね。うん。もう一個買わないと。トップバリューの山菜ミックス。富良野だって。富良野井上農産。あ、そうなんだ。北海道のやつなんだ。ダッタンそば。何が豊富って書いてるの？ルッチン。ルッチン。苦味が少なく、昭和33年創業の望月製麺所、北海道産小麦そばの美味しさを。こちら結構高級だったよね。うん、高級だった。そう、奮発したよね。今年最後のキャンプだから奮発しようっつって。年越しそば的な。うん、入れます。うわ、すごい。おお、なんかそば屋みたいね。打ち立てみたい。うん、え、すごい、茹で汁が緑だ。うん、なりました。食べて。いい、いや、いいと思う。海
の蕎麦だから結構こういう感じだと思う。うん、そうね。あ、海苔とか海苔あるよ。ちなみにとろろもあります。とりあえず普通に食べて、うんうん、お好みで。なんかラーメンみたいな確かにあんまりそばにこうやって入れない一応かけちゃう。こんな感じでしょうか。はい、名付けて年越し前の山菜さん。ちょっとオープンにして外の空気吸いながら朝飯です。すごいね、薪ストーブじゃないとかなわないよ。じゃあいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケイトが作ったでしょ。薄いかな、汁。そういえばどうだろう、うん、おちょうどいい。ちょうどいいね。おいしい。やっぱあごだしいいね。あごだしとそばって合うの。合うしょ。なんか、うん、うん、うん、こういう系ね。麺自体に味がある。うん、しみるわ。山菜が朝にいいね。さっきめっちゃ大きい熊げられたんだよね、うん、しかもちらの背の高さぐらいにね。やばかったよね。やばかった。カメラ持ってって撮りたかったけどいいやと思って見て楽しもうって、うん、って私のこの位置からも見えたもん。なんかもう、あ、そうだよね、うん、はっきり見えたの。いや、でかかったよ、今回の。前回見た時のよりもさらにでかかった。うん、あれ、シマエナガいるって話したっけ。聞いない。聞けないかも。結構ね、シマエナガの鳴き声もするんだよね。で、目撃情報もあって近くでテントワークしてた人今日は2泊目なので、うん、初めての中日なので、うん、てか誰もいないよね、このキャンプ場に今。だから俺らだけだ。ちょっとのんびりして、うん、お風呂入りに行って。ここの隣の温泉はやってないんだけど、休館日で市内の方っていうの、中心部の方の銭湯に行ってきます。で、今日の夜と明日の朝の食材買って帰ると。いいね。あれ、ピザの具は持ってきてない。なんかチーズとかピザ、あのトマトソースとかはあるけど、うん、うん、うまっ。明日の朝ごはん何にする。何麺にする。明太重とかめちゃめちゃいいかも。明太重と赤だしの味噌汁とかどうそれだな。赤だししじみの味噌汁、それな。うん、1日使いまして薪ストーブのガラスが真っ黒になってしまいました。うん、そう。これ今調べたんだけど、うん、黒くなる原因は空気を取り込む量とか、うん、なんか空気入れすぎとか、うん、あとは薪の水分量、うん、薪の水分量が多いと黒くなっちゃう。で、なんかクリーナーみたいなのを使う人もいるんだけど、別にそんなのなくても綺麗に拭き取れるらしくて、うん、ここに残った灰あるじゃん、うん、粉々の灰、うんうんうん、あれを濡れたタオルにつけてその灰でこの内側を磨くんだって。え？そしたら研磨みたいになって、その灰のちっちゃい粒子がめっちゃ綺麗に取れるらしいんだよね。傷つかないのかな。なんかちょうどいい研磨剤になるみたいな。へえ。ストーブ屋さんのホームページに書いてあった。へえ。どっかの鳥取の鳥取ストーブのホームページに書いてあったでも麺じゃなきゃダメなんだって。キッチンペーパーとかはダメだから。うん、じゃあの買う。ちょっとコメリに行こうって話、うん、ちょうどしてたからタオルみたいなのも買って、うん、あと
この灰をかき出すスコップとかもまだ買ってないんだよね。そうだね、中身に買えばいいかなと思ってね、うん、それも買ってかな、はい、ちょっと海鮮丼食べてみたいな。あれ夜ピザ食べれんのかいっけ。そうか、うん、やめとくか。なんか眠くなってきたな。ダメ、風呂入りに行くんだよ。行くかい、うん、じゃあ今から風呂とストーブグッズの旅に出ます。はい、わー綺麗。苫小牧のほのか。綺麗。樽前だん。オートロウリュだって。勝手に水が上から垂れ落ちてくるとか。楽しみだ。うん。ちょっと食べるはずじゃなかったんですけど、頼んじゃった。がっつり。がっつり頼んじゃった。ピザ食べんなよ、ね、これから。なんかほのかに来てポスター見たら食べたくなっちゃった。しかもお風呂入る前に食べるっていう食いしん坊具合。先に食べておかないとピザ食べれなくなるから。冷麺大好き。来年の目標は盛岡に冷麺を食べに行くこと。やっぱ違うのかな本場。違うらしい。全然違うらしい。気になる。どうですかこれは。うん、まっけどずっと臭い臭い言ってたからな。髪の毛そんな臭かった。いや、めっちゃ恥ずかしいっしょ。え、朝起きたら髪の毛が臭くて早くお風呂行きたかったの。よかったよかったよかった。心置きなくピザ食べれるな。なんか焚き火の匂いっていうか。これからちょっとだけ買い足しに行って、そう、ピザの、ピザの材料とか、あとコメリ、うん、初めてのコメリ。サウナ入った。大渋滞してた。え、そんな混んでたの。やばい。地元の常連さんたちの、もうおばあちゃんたちでしょ。座るとこないぐらい混んでた。オートロウリュ見たかったのに。めちゃ暑かったサウナ。へえ。水風呂キンキンだったから。へえ。ちょっと入れなかった水風呂は。すごいね、いいね、キャンプ2泊って。けんいいね、気持ちに余裕あるね。でもこれさ、帰ったらテントめっちゃ寒いよね。まあでもすぐ温まるか、うん、細かい木もさ、カットしてきたからすぐだと思う。まあ、今朝、結局寒くて起きたけどさ、みんなどうしてんだろう。マイナス5度とかあったの気がする。部屋の中でしょ。カメラのバッテリーが寒くなりすぎちゃって壊れちゃったんだ、うん、で、ちょっと今日全然動画撮れてないんだけど。やっと今カメラ直った直った。それほど朝寒かった。うん、いやで、4時か5時ぐらいに多分起きて、うん、眠いながらに薪に火つけて、うん、でうとうとして、いや5分で寝てたけど。いやだから火つくまでちゃんと見張ってたって。隙間めっちゃ空いてたんだよね。昨日も言ってたけど立て方ミスってさ。いやーほんとさ、どんどん欲が出てきて申し訳ないけどさ、テント、上と下つながってるテントだったらマジでどんだけあったかいんだろうね。ねえ、ベルテント、うん、変わんないけどさ。到着です。パワーコメリ。コメリ見えてないな。コメリ札幌にはありません。ないか、本当に。確か帯広いなかったっけ、コメリって。調べとくか、一応。誤情報流したらいけないからね。コメリ。え、あれ、ポスタムにあるよ。あ、全然札幌にありました。パワーコメリじゃなくて、コメリパワーだったわ。絶対寒いじゃん。外だよ、多分。外だ。でも電池あったんだ、すげえ。昨日からじゃない。うん、室内マイナス 1.8、 外マイナス4に近い。おお、結構汚れてるね。これをこれでちょっと普通に拭いてみるね。うん、いいんじゃない。うん、うん、
やばい、めちゃめちゃ寒い。5時に戻ってきたらもうテントが凍りついていました。明るいうちに帰ってくる予定だったんだけどね。もうでも4時に暗いからどうしようもないよね、うん、ちょっと今日は今から暖を取ってピザパーティー一旦この辺で次回に続きます。コメリでもいろいろ買ったから次の動画で紹介します。本日はご視聴ありがとうございました。それではまた。冷える、体冷える。